はい、どうも、なんやかんやのブラジルです。私ですね、ラーメン大好きなんですけども、今ブラジルの中でもラーメンの市場どんどん拡大してます。今日はですね、そこに一石を投じるこの動画、まだブラジルで誰も作ったことがない私が初です、 Amazon でも作れる八王子ラーメン。それでは行ってみましょう。バームス。それでは作っていきましょう。材料はご覧の通りです。すべてブラジルのどこにでもあるスーパーで買うことが可能です。ここでラーメンの5大要素について解説します。ラーメンは麺、だし、タレ、油、具材という5つの要素からできています。詳しくは表にしておいたので、動画を止めて確認してほしいですが、要はこの5つの要素の考え方と組み立て次第で無限の種類のラーメンが作れるということです。それぞれのラーメン屋さんがこのそれぞれの要素に対して理論と情熱とこだわりを持って一杯のラーメンを作っています。ではまず玉ねぎを刻んでいきます。半分は粗いみじん切りに、半分はスープ用に取っておきます。今日作っている八王子ラーメンの最大の特徴はこの生の玉ねぎのみじん切りをトッピングすることです。あまり細かくせずに粗いみじん切りにしてください。続いて生姜は皮付きのまま3枚ぐらいにスライスします。鶏もも肉は骨付きのものを使います。まず皮を剥がします。この皮は先ほど紹介したラーメンの構成要素の一つ、油を取るのに使います。そして今度は骨を外します。この骨は出汁を取るのに使います。今日ラーメンにはこの骨と皮しか使いません。残ったもも肉は唐揚げにでもしてください。唐揚げのレシピについてもそのうち公開する予定です。続いて青ネギを切っていきます。先端の方の青い部分はスープに、根元の方の白い部分はトッピングに使用します。トッピングにするネギはこのように斜めに包丁を入れると麺との絡みも良くなりますし、仕上がりの見た目も綺麗になります。続いて煮卵を作っていきます。半熟トロトロにするためのポイントは一つだけ、沸騰したお湯に常温の卵を入れて6分間加熱します。黄身のポジションが偏らないように何度かかき混ぜて卵の裏と表を返します。6分経ったらすぐに氷水の中に落とします。それではだしを取っていきます。水1リットルにチャーシュー用の肩ロース、鶏もも肉の骨、玉ねぎ、生姜、青ネギを加えて煮出していきます。ラーメン屋さんでは鶏ガラや豚骨を使いますけども、家でやるということで今回はサゾンとこのブラジルの鶏ガラスープの素で味を足してあげます。この量はとりあえずだしの仕上がり具合を見てから調節してもらっても構いません。今は2分の1袋ずつぐらい入れました。沸騰してアクが出てきたら丁寧に取り除きます。ここから1時間煮ていきます。この時のだしの水位を覚えておいてください。蒸発してきてだしが減ってきたらその都度水を足して水位を保ってください。続いて油を作っていきます。今日はこの鶏皮からチー油というのを作ります。フライパンに入れたら弱火でじっくり加熱していきます。するとだんだん油が出てきます。焦げないように気をつけながら焼いていきます。これぐらいカリカリになったら OK です。皮を取り出してこれでチー油の完成です。続いてタレを作っていきます。 Amazon に日本酒があるとは思えないのでウォッカで代用します。フライパンで温めてアルコールを飛ばします。アルコールが飛んだらここに醤油、それから塩を加えます。それから塩を溶かして一煮立ちさせてください。今日使っている醤油
日本の醤油に比べて少し旨味成分が足りないと感じたので味の素を足しました。塩が溶けて煮立ったらこれでラーメンのタレの完成です。先ほどのゆで卵の皮を剥いていきます。いろいろやり方あると思うんですけど、僕の方法はこれです。まずこうやってスプーンで叩いて卵全体にひびを入れていきます。中がトロトロの半熟卵なので慎重に剥かないといけません。で、この叩いた卵を水の中に戻します。そしてこのゆで卵をこの水の中で剥いていきます。皮を剥くときは卵のお尻の方から剥くのが剥きやすいと思います。まあこんな感じですね。いろいろ試した中でこれが一番うまく剥ける方法かなと思ってます。こちら1時間煮込んだだし、さっきの鶏皮味が出るからと思って入れちゃいました。ここからチャーシュー用の肩ロースを取り出します。で、こうやってジップロックに肩ロースと先ほどのゆで卵を入れます。で、今日この煮卵とチャーシューの味付けは先ほどのラーメンのタレを使って行います。で、ボウルに水を張って中の空気を追い出します。こうすると簡単に真空状態を作ることができます。タレの塩分濃度が高いのでこの状態で10分ほど置けば出来上がりです。1時間煮たスープをシノワでこします。これで出汁の完成です。10分置いたチャーシューと煮卵を切っていきます。チャーシューを薄くスライスします。こんな感じですね。もっと油がとろけるようなチャーシューにしたかったら1時間半ぐらい煮込んでください。じゃあこちら煮卵の半熟具合どうでしょうか。慎重に割ってみます。うん、いい感じじゃないですか。とろっとろに仕上がってますね。でこの漬けダレはラーメンのタレとして使用します。ということでこれで麺を除くラーメンの4つの要素すべて完成しました。豚肉と鶏の旨味の出た出汁、醤油ラーメンのタレ、チー油とトッピングにはチャーシュー、煮卵、それから八王子ラーメンの特徴である玉ねぎのみじん切りです。ラーメンを仕上げる前に一手間、チャーシューは炙って香ばしさを引き出します。それでは最後麺を茹でていきます。前焼きそばの回でも紹介したんですが、この重曹を水1リットルに対して 15g 入れます。で、沸騰したところでパスタを投入します。こうやって重曹入りのお湯で煮ることでパスタが中華麺のようになります。茹で時間は袋の表示時間よりプラス2分ぐらい多く茹でてください。あと注意点ですけど、もし2食作るときは水の量も重曹の量も2倍にしてください。もしこの1リットルの水 15g の重曹のところに2人前3人前のスパゲッティを入れて茹でてしまうと麺が相当重曹臭くなってしまいます。これは本当気をつけてください。それでは最後仕上げていきます。まずはタレ、これを 20cc ほど丼に入れます。そこに温めた出汁を 400cc 加えます。ここに湯切りした麺を加えていきます。そして最後トッピングを盛り付けます。炙ったチャーシュー、半熟の煮卵、玉ねぎのみじん切り、青ネギをのせて、最後にチー油を回しかけたら、これで Amazon でもできる八王子ラーメンの完成です。お好みで胡椒を振っていただいても構いません。
はい、それではこちら完成した八王子ラーメンになりますが、見た目は見てください。完全に日本のラーメンですね。これがアマゾンで作られたとは誰も思わないでしょう。さあ、では食べてみましょう。麺はですね、中太のストレート麺みたいな仕上がりになってます。では、いただきます。これはですね、パスタって言われないと分かんないです。中華麺と並べて食べ比べたらそれはバレるんでしょうけど、これだけ食べててスパゲッティ使ってるなって多分気づかないと思いますよ。普通にラーメンの麺として違和感なくいけると思います。ぜひ試してみてほしいですね。で、チャーシュー。炙ってあるんで香ばしいです。で、今度はこのスープ。すっきりしていて、玉ねぎの甘みも出ててですね、非常に美味しいです。ただ僕の好みとしてはもうちょっと醤油を効かせても良かったかもしれないですね。それはタレに使う醤油の量で調節可能です。煮卵はもうこの半熟具合の時点で間違いないです。ビールにもよく合います。はい、ということで今日は八王子ラーメン、ブラジルのどこにでもある食材を使って作りました。まあ、再現率は 75% ぐらいかなと思います。麺がパスタっていうのはやっぱり中華麺と並べてね、食べ比べてみると分かっちゃうとは思います。でもスープの出来は、まあ、申し訳ないんですけど、サンパウロのその辺の日本食屋で出てるラーメンと比べたら日本にかなり近いものができてたと思います。基本的に紹介したプロセスを変えずに、だしに鶏ガラを使ったり、豚骨を使ったり、醤油は日本製のものにすればさらに美味しくなります。ではここまで視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。